皆さんこんにちは、なるほど店です。今日もパーキングジャム 3D ですね、遊んでいきたいと思います。さあ31レベルですけど、その前にちょっとコインいただいて、これどうするんでしたっけ。そう、毎回よく分かってよく分かってね、作れないですよね。これどうやって作るんでしたっけ。フォーセールって書いてあるから、多分販売でしょ、されてると思うんですけど。さあ行きましょう。あ、危ない危ない。おばあちゃんがいると面白くなるんですよね、がぜんと。楽しいんですけど。まあ出せるのを全部出していったら、あれですよね、全部出せるっていう、そういう流れですけど。さあ、クリア。さあ来た、おばあちゃん来た、レベル32。おばあちゃんぶつけるとゲームオーバー強制ゲームオーバー。これは、あーなるほど、あ、これいけない、ん、あ、これ下げるってことか、一旦で、こうしておいて、あ、これ出せますね。で、ん、あー、これで動かして出して、紫出し、あ、じゃあ、で、後ろ、バック、バック。おばあちゃんすごい、おばあちゃんすごい、惜しいの、これ。いやー、やっぱおばあちゃんすごかったんですね。やっぱ毎日こうやって鍛えてるから、あんなに腕力があるなんて、ちょっとびっくりしましたね。さあ、ちょっと、また操作ミスっちゃう。危ない。さあ、これでいいでしょう。すごいですね。さあクリア。さあではレベル33ですね。いや、今日も私ドライブ行ってきましたけど、車でスーパーで駐車場を止めるときにあれですよね、やっぱり車と車の間に止めるのってちょっと緊張しますね。いまだに1回で切り返して入れられたら嬉しいんですけど、結構2回切り返さないと入らなかったりしますからね。さあクリア。さあではレベル34ですね、行きましょう。いや、そしてドライブして今日はバッティングセンターで遊んできましたからね、楽しかったですね。まあちょっと腕が痛くなりましたけど、なんかあざができたんですよね、右腕に。いつできたんですかね、ボールには当たってないんですけどね。さあクリア。さあではレベル35ですね。で、今日はちゃんとホームランチックな当たりもしましたからね。いや、嬉しい。ん？これは？ん？どういうこと？あ、これが出るってこと？あ、こっちが出るってことですか。ん？これで？あ、これが出るんですね。あ、なるほど。あ、これでもう3台いけると。かわいそう。ずっと待ってる。まあですからあれですよね、スーパーとか普通の道路に出るときもあるですよね、混んでるとなんかあれですよね、待ってる車の方に入れていただくんですけど、お優しい方がいらっしゃったらすぐ入れてくださるんですよね、嬉しい。さあクリア。さあではレベル36、おばあちゃん来ましたね。まあですからあれですよね、逆に運転してて、お店から車出される時とかもちゃんと私お入れしたりしますからね。おばあちゃんがこうやって横断歩道渡ろうとしててもちゃんと止まって、まあ、止まらないといけないんですけど、あ、たまになんか横断歩道じゃないところからいきなり飛び出してくる方もいらっしゃいますけどね、運転してると。いや、怖いですよね、いきなり飛び出てくると。さあクリア。さあではレベル37いきましょう。なんか簡単になりましたね、レベル増えた割には。さっきより簡単なんですけど、なんで？いやー、他のゲームではありましたね、確か。レスキューカットさんもそうですけど、レベル上がっても難しさが変わらないっていう。さあ、クリア。さあ、ではレベル38ですね、行きましょう。いや、そういえば今日、あれですね、そういえば、事故されてる車ありましたね。2台ぶつかってたんですけど、
開いた。こんな感じで。ですから、道路のところに車2台、中央のあたりで止まってたからですよね。渋滞してましたよね。一車線に変わるから。さあ、クリア。